ようこそ皇室ラボへ。皇后雅子さまの3つの活動とその影響について私たちはどれほど理解しているでしょうか。天皇皇后両陛下のご結婚から30年が経過しようとしています。その間に皇后雅子さまが果たされた活動は私たちの社会に大きな影響を及ぼしてきました。今回はその活動の詳細について見ていきましょう。雅子さまがどのようにして社会に影響を及ぼしてきたのかを探求します。ぜひ最後までご覧ください。今年の歌会始めにて雅子さまがご映画された一節は、皇室に君と歩みし半生を見守りくれし親しき友ら、陛下と共に歩まれた人生の半分を深い感謝の念と共に読み上げられたものです。この歌の一節は心情を端麗に描き出しています。両陛下が共に歩んだ道のりは長く、その過程で見守り続けてくれた親しい友人たちへの深い感謝が込められています。さらに雅子さまが名誉総裁として日本赤十字社の全国大会に参加され、そこで尽力した人々への敬意と感謝を表されました。この活動は昭憲皇太后が始められたもので、全ての人々に対して偏見を持たず公平な愛を持って接するという博愛の精神により貫かれています。雅子さまの30年を振り返ると、さまざまな活動を通じて無私の献身と慈愛に満ちた対応を常に行ってきたことが確認できます。このことが雅子さまが持っている博愛の精神をより一層際立たせています。 1. 深い愛情を持つ困難な状況にある子どもたちへ。平成14年雅子皇后が将来の抱負について問われた際、以下のように述べました。母親になりましたので子どもの成長を見守り、そしてやはり子どもが幸せな人になってくれるように、それをいろいろな形で手助けしていくということが大切であると思っております。難しい境遇に置かれている子どもたちには心を寄せていきたいと思っております。このお言葉通り、雅子さまは公務で地方を訪問するたびに子どもたちが入院している小児病棟を積極的に訪れ、励ましの言葉をかけてきました。雅子さまのこの深い思いはかつて飼っていた愛犬ピッピにも反映されていました。ピッピは特別な訓練を受けてセラピー犬として活躍し、病院の小児病棟を訪れて子どもたちの心を癒す役割を担いました。子どもたちには心を寄せていきたいと述べた通り、雅子さまは言葉だけでなく行動でもその思いを示しています。雅子さまの行動はその言葉がただの言葉で終わらないことを如実に示しています。 2. 被災地の復興を心から願う。皇太子と皇太子妃の時代から両陛下は被災地の人々に深い寄り添いと心からの愛情を寄せてきました。災害が発生するとすぐに現地を訪れ、被災者一人一人の話をじっくりと聞かれました。雅子さまが悲しみに沈む被災者の手を握り、その悲しみを共有しようとする姿は多くの人々に強い印象を残しました。特に平成23年に発生した東日本大震災は雅子さまに深い影響を与えました。その後、福島、宮城、岩手の被災地から集めた中高生約100人が参加する OECD 東北スクールの活動を支援し、そのイベントにも参加されました。その活動の中でリーダーを務めた高校生は雅子さまから大きな勇気をもらい、将来は故郷
福島県に貢献したいという思いを胸に米国カリフォルニア大学バークレー校へ留学しました。留学を報告した際に、体に気をつけて頑張ってくださいねというお言葉をかけられ、それが彼の心に深く響いたといいます。平成27年には雅子さまは陛下と共に福島県を訪れ、地元の若者たちと交流しました。その際の印象を文書に綴ったお言葉はこうです。風評被害もある中で、震災前よりも一層輝く福島県にしたい、将来ふるさとに戻って地域のために貢献したいという前向きな気持ちにあふれた高校生の言葉に接し、嬉しく、また心強く思いましたとするもの。3、動物たちの命を尊重する。雅子さまと陛下が共に取り組んでいらっしゃる新たな活動は、動物たちを救うことです。令和元年9月、お二人は秋田県を訪れ、飼い主の事情で手放された犬や猫を保護し、新しい飼い主に譲渡する活動を行う動物愛護センターを訪れました。雅子さまは飼い主のいない保護犬シーズーのミオちゃんのリードを取り、ミオちゃん行きますよという明るい声で散歩の練習をお手伝いされました。その後、秋田犬の保護犬小町との触れ合いでは、雅子さまの鼻をなめるハプニングがありましたが、少しも動じず笑顔を絶やしませんでした。この世に生を受けた動物たちが愛情に包まれて暮らすことができるように、現在皇室は保護された犬1頭と猫2頭を飼っています。子供たちや被災者たちが困難な状況にあっても希望の光を見つけられるように願っていらっしゃる雅子さま、そのお気持ちは雅子さまの半生を貫く温かい眼差しにあふれています。これまでも、そしてこれからも、皇后雅子さまのその深い愛情と思いやりは、すべての生命を尊重し救いたいという強い願いを体現しています。いかがだったでしょうか。皇后雅子さまの活動は、私たち一人一人の心に強く響きます。その温かさと深い理解が、人々に希望と勇気を与えています。皇后様の存在は、まさに日本の心の光とも言えるでしょう。その貢献を、結婚30年のこの節目に改めて称えたいと思います。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対して、いいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。